次に串田誠一君。はい、日本維新の会の串田誠一です。私は会派を代表して第二次補正予算について賛成、野党の組会動議には反対の立場から討論いたします。まずはじめに新型コロナウイルスにより亡くなられた方々にお悔やみを申し上げます。現在治療中の方とご家族の皆様にはお見舞いを申し上げます。最前線で治療されている医療従事者の皆さんには心から敬意と感謝を申し上げます。まず野党提出の組会動議は事前提示がありませんでしたので反対いたします。次に第二次補正予算について賛成はいたしますが、2つ注文をつけたいと思います。1つはマイナンバーカードです。マイナンバー法案は平成25年に成立し、平成28年1月から本格導入されましたが、政府が本気で取り組んでこなかったということで進んできませんでした。今回の各種給付において、もしマイナンバーと銀行口座を紐付けしていれば、給付は直ちに行うことができました。これまでマイナンバーのシステム構築を怠ってきたことこそが大きな問題でした。与党と日本の維新の会は、現金給付を速やかに行うために、マイナンバーと預貯金口座を紐づけるマイナンバー法改正を含む緊急時給付迅速化法案を共同提出しました。第2波の到来に備え、迅速な給付の実現が今こそ必要です。政府にはぜひともマイナンバーの利活用を推進していただきたいと考えます。もう一つは地方への権限移譲です。新型コロナウイルス感染症対策は、新型インフルエンザ特措法を改正して適用して対応いたしました。政府が緊急事態宣言を発令し、都道府県知事が権限を行使するという二重構造の立て付けでした。地方自治体が重要な役割を果たしていることを国民の多くが感じました。しかし、地方自治体には権限も財源もありません。このことは大きな問題です。地方に権限と財源を移譲すべきであることをこの場で訴えたいと思います。日本維新の会はグレードリセットを訴えてきました。新型コロナウイルス後の社会こそグレードリセットが必要なときです。これからも国民の皆さんからの期待に応えるべく、さまざまな提案をしていくことをお約束いたしまして、第二次補正予算に対する賛成討論といたします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず本田平直君ほか1名提出の令和2年度補正予算3案につき、撤回の上、編成替えを求めるの動議について採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数よって、本田平直君ほか1名提出の動議は否決されました。次に、令和2年度一般会計補正予算第2号、令和2年度特別会計補正予算特第2号、令和2年度政府関係機関補正予算期第2号、以上3案を一括して採決いたします。3案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、令和2年度補正予算3案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました令和2年度補正予算3案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。